ルルド、ルルド、ローデスは、フランス、奥下にー地域圏、オートイコール、ピレネー圏のコミューン。1858年に、ルルドの聖母の出現以来、カトリックの巡礼地となり、聖域の事務局によれば、約6万人の患者や病人を含む毎年600万人の巡礼者や観光客を迎え入れている。ルルドのホテルは1万2000室以上の客室があり、 パリに次ぐ国内第2位のホテルの街だが、ホテル数ではニースに次いで国内第3位である。コミューンとしてのルルドは、およそ標高300メートルのところで隣接するコミューン、プエーフェレによって切り離され、2つの地区に分かれている。北部はムルルの森からなる飛び地、南部はルルドの町の中心部がある。飛び地である北部がピレネイイコールアトランティック圏と接している。 ルルドは、ピレネー山脈のふもとにあり、歴史的な地方区分では、ビゴール地方に含まれ、タルブの南西方向にあり、ポー川が流れる。聖域は、町の西側、ポー川に沿って町から出ていく地点にある。町は、城が建っていた岩の頂上周囲に建設された。アルジュレス、または、ガブドポーと呼ばれた氷河が掘削した結果、氷河盆地が生まれた。それは、 最終氷期である、ビュルム氷河期、5万年前から1万2千年前に、かけての最後の段階に、その後は、氷河が溶けた後に、ポウ川そのものによって作られた。盆地の南は、ジェールミネとベウトミネから始まるドリーネとホラーナを、備えたカルスト石灰岩の産地が大勢を占め、ポウ川が産地を分断する。要塞城の石灰岩の盛り上がりが占める、町の中心は、 古い採石場がいくつか残る。標高800メートルのサラザン洞窟とルー洞窟は、聖域を見下ろす山地の中にあり、氷河の影響を受けたカルストの形状が見られる。ルルドの初期の知られている、研究の一つは983年、サンペタイ修道院建設のさなかに始まる。そこは、アストラック博あるのが、ルルド住民の市場の、 第三の部分として授けた場所だった、ターシンパートム・メルカーティラ・アーデンシス。その後1114年から1130年まで、ローセニア・デローダ、1163年から1185年まで、ペトロ・コマティ・ビッグ・レンシー・イン、カストロ・デローダ、1216年にカステル・デローデだ、1250年頃ロアル、キャステット・デローダ、1682年、LA、ビル・デロード、 1757年ロード、18世紀末からのみ、ローデスが現れ、1800年代以降続いている。ルルドは、フランス国内においても、国際的にも、何より、聖母、マリアの町である。1858年2月に歴史が始まる、カトリックの巡礼地である。しかし1858年以前には、別のルルドがあった。ルルドの地は、 いくつかの谷の交差点にあり、ラブダン地方のカンヌキと呼ばれている。旧石器時代から現代までを網羅する、確かに広範囲に文書で記された歴史を持ち、その知識はピレネーにおける分野で不可欠なものとなっている。新たなルルドは巡礼と共に生まれた。宗教的にも、社会的にも、経済的にも、主題は大きい。いくつかの谷間にあるルルドの地には、 戦史時代から定住地があった。エスペルグ洞窟では、居住の痕跡、工具、宝飾品、陶器、埋葬物などが発見された。国立考古学博物館には、ルルドの馬と呼ばれるマンボスの牙から切り出された7.3センチメートルの彫像、紀元前1万3000年頃、マグダレニア紀から旧石器時代までの間のものがある。アルルーザ洞窟では、 新石器時代と青銅器時代の痕跡が残る。より大規模な発掘作業で、おそらく、ルルドの領域内で、戦死時代の重要な定住地の痕跡が明らかになるだろう。中世には、ルルドとルルドの要塞城は、ビゴール博の本拠地だった。アルビジョア十字軍において、城は、州のカンヌキの一つとみなされ、異なる派閥間の係争地となった。その補城は、 シャンパーニュ博及びナバーラ王の支配下に置かれフィリップ短麗王時代にフランス王の手に渡り百年戦争中の1360年から15世紀初めまでイングランドが支配した支配者たちは都市と市場の戦略的状況をいかに活用するかを知っていた町は16世紀と17世紀に危機を経験した教区教会は近くのサンペタイ修道院のように ユグノー戦争で破壊された。しかしながら、ルルドは地理的条件をどのように利用するか知っていた。町はとりわけ、バレージュにある温泉の道に通じていた。バレージュの源泉は負傷者の治療に用いられていた。城はラブダン地方の管理器として戦略的に重要な場所のままだった。人口は飢饉と薬病の流行にもかかわらず、18世紀に増加した。 1696年には2315人を数え、1730年から1772年までの間にさらに1189人増えた。しかし、フランス革命前夜におよそ2300人いた住民たちに危機がもたらされた。1755年頃、人口の約4 0が農民、約4 0が職人、繊維業が主体、 8.5%が採石業者、スレートや石の石膏と建設業者、約1 3が商人であった。以後の年月、労働力が増加して製造業に特に有益となる都市機能に直面し、農業がその重要性を失っていった。スペインとの和平締結は、城の戦略的利益を失うことにつながり、城は刑務所に転用された。それはすなわち、 傷病者で構成されていた城の守備隊を圧迫する問題となり、彼らはルイ十六世に送られた誓願書によって守られていた。フランス革命の間、その戦略的な位置から町は革命軍に装備や食料を提供することが義務付けられていた。二千七百四十一人の人口があった。千七百九十年にオートイコールピレネー県が新設されると、 ルルドは県に五つ創設された軍の一つとなった。その後、町は革命戦争中に多くの義勇兵を革命軍に派遣した。1795年にスペインと和平が結ばれ、城の非武装化につながった。城は1797年から再び傷病兵で構成される守備隊が置かれた。1858年、ベルナデットスビルは町の西側にあるポー川のほとり、 マサビエルの小さな洞窟で白い貴婦人が数回自分の前に現れたと発言した。熱狂した近隣住民たちが集まり、洞窟の前で祈るようになり、礼拝堂の形を取るようになるが、ベルナデットにしか聖母は見えなかった。信仰厚く好奇心が強い信者たちが流入するに、つれ、市長、アンゼル村下では木製のフェンスで一時的に洞窟の往来を禁止した。 1858年10月初旬、一般庶民たちの圧力と熱心なカトリック教徒である皇后、ウジェニーの仲介によってフェンスは取り除かれた。1862年、聖母の出現はタルブ司教ロランスによって公式に認定された。聖域内の事実認定局は記録を取る責任があり、1858年以降7000件以上の治癒が報告されているが、 そのうち69件が、教会によって公式に奇跡と認定された。聖域の事業は、出現と同じ年に始まった。最初に作られた、礼拝堂は、イマキュレ・コンセプション大聖堂にとって変わり、その下部にはより多くの巡礼者たちを収容するため、ノートルダム・ユ・ロゼール大聖堂が建設された。この二つのバシリカはいずれも、洞窟の上にある。町の一部は、教会によって、洞窟。 聖域、城に囲まれた部分が、聖母、マリアの死骸、サイトマリアレイであると宣言された。ルルドの自治体当局は、宗教当局から圧力を受けながら、地元の反対にもかかわらず、中世以来の町の通りを拡張し、北から城を迂回して聖域につながる、クロット大通りをたどれるようにした。土地は、その後分譲され、巡礼者を迎える商店やホテルの建設が行われた。 1899年にルルドの路面電車がサービスを開始し、ルルド駅から洞窟へ、またジェールミネのロープウェイへのアクセスが容易になった。19世紀末、ルルドは新たな教区教会としてサクレクール教会を建てた。セーペテイロに捧げられた古い教区教会は、1904年には荒れ果てていた。古い教区教会の家具は城に移された。最後に、 1950年代には、ローマ教皇ピウス10世に捧げられた巨大な地下聖堂が建設された。現在のルルドは、ファティマ、ローマ、チェンストホバ、グアダルーペと同様に、世界有数のカトリック巡礼地の一つである。ヨハネ・パウロ2世は1983年と2004年の2度、巡礼に訪れている。2007年12月8日から2008年12月8日の間、 聖母の出現150周年の年を祝うために、900万人以上の巡礼者たちがルルドを訪れた。記念年に当たる2008年9月、教皇ベネディクト16世は聖域を訪問している。参照元、1962年から1999年までは、複数コミューンに住所登録をする者の重複分を除いた者。それ以降は、 当該コミューンの人口統計によるもの。1999年まで、イヘス、カシニー、2006年以降 i NSEE。経済は2つの主要部門に分かれている。1つは観光と巡礼、もう1つはこの規模の平均的な都市で見られる、商業と産業活動に専念している。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。